日本の海上自衛隊の次世代潜水艦がとうとう原子力潜水艦を超えてくる存在になってきたんじゃないの？世界各国では定番の原子力潜水艦だが、日本はやはり軍事目的で原子力を使用するのは難しかったからな。世界の原潜に対抗できるだけの通常動力エンジンの潜水艦開発にこだわってきたのが、とうとう日の目を見ることになったのか。日本はもともと潜水艦の建造においては世界でもトップクラスだったからね。それが今回、日本で建造された最新鋭の潜水艦が世界でも注目されてるんだ。何でも日本が建造を進めている次世代型潜水艦には、日本政府が敵基地攻撃能力を装備させる方針のようで、まだ詳細までは明らかになっていないんだけど、12式誘導弾を搭載した潜水艦兵器として建造するようなんだ。専守防衛を掲げる日本の自衛隊が、敵基地攻撃能力とは一体どういうことなんだ？確かにそうだよね。どういう用途で最新鋭潜水艦は運用されるんだろうね。確かに気になるところだね。今回は日本の最新鋭次世代潜水艦について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。日本の次期型潜水艦は、一部の軍事ジャーナリストの間では、原子力潜水艦を超える性能ではないかと噂されてるんだ。通常動力型潜水艦であるにもかかわらず、静粛性などが、世界の原子力潜水艦と比べても遜色ないどころか、上回っていると言われてるんだよ。現在運用されている潜水艦でもこれだけの、ハイスペックなのに次期型はさらにそれを超えてくる性能なんだよね。日本の潜水艦建造技術は今現在でも、世界のトップレベルだと言われてるからな。さすが日本の技術力だね。誇らしいよね。2022年現在で、特に海上自衛隊に配備されている、潜水艦の中では大雄と東雄だね。そしてなんといっても最新鋭の潜水艦大鋭が注目されてるよね。この大雄と東雄が注目を浴びている理由としては、従来のスターリングエンジンではなくリチウムイオン蓄電池を利用した、新しい動力性能を有していることなんだ。でも以前のスターリングエンジン搭載の潜水艦が悪かったわけではないよ。一つ前のモデルの星雄に搭載されていたスターリングエンジンは、導入時点では世界でもトップの性能で特に静粛性という点では世界最強だったんだよね。これは間違いなく日本の技術者たちの努力の結晶だよな。日本の技術者たちの諦めない気持ちと、執念が実現させた世界最高峰のエンジンだと言われてたよね。そうだね。潜水艦は長時間潜航することが当たり前で、それだけに危険とも隣り合わせ、現代の防衛では欠かせない兵器だよね。だから技術者たちの思いみたいなものも半端ではないと思うよ。潜水艦は隠密性を高めるために、駆動音が大きい通常型エンジンではなく、電力で駆動するモーターが必要不可欠。その電力を安定的に供給するとともに、静粛性と長時間駆動を両立させたのがスターリングエンジンなんだ。アメリカ現役潜水艦部隊の司令官が実際に艦に乗り込み、視察するぐらいだから注目度は半端じゃなかったよね。それだけ評価が高かった潜水艦よりも、最新の潜水艦は高性能ってことなんでしょ？やっぱり日本ってすごいや。そうだよな。一体どれだけ進化するんだよ。2022年現在、最新鋭の潜水艦は大鋭なんだけど、今は最終段階の訓練を行っていて、2022年3月には正式就航予定なんだ。現段階ではどこに配備されるかは決まってないみたいだね。最新鋭潜水艦の大鋭のスペックはわかってるのか？確実に総有型や応有型は上回ってくるだろうけど、現段階ではあくまでも推測なんだけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅9メートル、全高10メートルで出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットの速力と総有型と似たようなスペックだね。一つ注目点が、総有型の1番艦から10番艦までの10隻は、出力8000馬力程度のスペックなので、数値上では馬力が落ちてるんだよね。何それ？スペックダウンしてるじゃん。もしかして期待外れとか？いやいや、馬力がダウンしたことが直接性能ダウンとは限らないよ。そうだね。車なんかでも馬力ダウンしてもトータルで速くなることも多々あるんだからな。もう少し話聞いてみようぜ。うん、その通りだね。馬力が落ちたからといって大鋭の性能が不足しているとは言えないよ。鉛製バッテリーに比べて高速充電と持続力が向上したリチウムイオン蓄電池を採用したことで運用効率は飛躍的に向上したんだよ。これにより航続距離も格段に向上したことで、より遠方の敵に向かって、
攻撃が仕掛けられるようになり、防衛に必要な持続性能も得られたんだ。確かに馬力がダウンしても性能が向上したのは分かったけど、やっぱり他国の原子力潜水艦にはかなわないんじゃないの？そうだね。性能面で海上自衛隊の通常動力型潜水艦と比較した場合では性能向上や運用面のメリットは増えたけど、原子力潜水艦には出力や速度で劣っているのは確かだね。やっぱり原子力潜水艦にはかなわんのか。何も悲観することはないよ。そもそも他国の原子力潜水艦とは用途が違うからね。隠密行動で敵に見つからないように敵に近づいて攻撃を仕掛ける原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦が行うのは、簡単に言えば潜伏戦術ってことだね。原子力潜水艦がどんどん攻めていく潜水艦とするならば、日本の潜水艦が守りに重きを置いた潜水艦ってことか。そうだね。チョークポイント、キルポイントと言われる地点に潜んで、敵艦を待ち伏せするというものだね。海上自衛隊の場合は他国の潜水艦と違って対地攻撃用ミサイルを実装していないので、対艦攻撃用のミサイルのみで対抗することになる。だから攻めの戦術じゃなく守りの戦術しか取れないんだよね。あ、専守防衛か。そう、日本の自衛隊は先制攻撃を仕掛けることはないからね。これは仕方ないことなんだよね。そりゃそうだよな。日本が敵国に侵攻して攻撃を仕掛けるなんてことは、ありえないし、あってはならないことだもんな。考えてみれば、これだけの技術力がある日本なんだ。原子力潜水艦だって作ろうと思えば作れるのさ。それも日本の技術力を駆使した最高の潜水艦をね。でも世界唯一の被爆国の日本はやはり原子力を軍事的に利用するのは難しいんだよね。北朝鮮や中国などの軍事的な圧力が日に日に強まっている中で、日本政府は専守防衛に徹するだけでいいのか？あるいは敵基地攻撃能力を実装し将来起こり得るかもしれない有事に備えるべきなのか？はっきりと方向性を示す時なのかもしれないね。今の中国や北朝鮮の日本に対する圧力を考えれば、先制攻撃を受けることも考えられないことじゃないもんな。日本が敵基地攻撃能力を実装することができれば、中国や北朝鮮に対して抑止力になることは間違いないもんな。でもさ、やっぱり日本の自衛隊が敵基地能力を実装することは、世界でも日本国内でもすごい反発が起きそうだよね。本当に難しい問題なんだね。うん、そうだね。敵基地攻撃能力を実装するのは今の段階ではかなり難題だね。だからこそ日本が得意とする潜水艦の開発建造で、他国の潜水艦よりも、高性能な潜水艦を作ることでそれ自体を抑止力にしていくしかないのかもしれないね。でも、日本政府もそろそろ他国とのパワーバランスというものを考えて、アメリカに頼るばかりじゃなく日本の自衛隊のも敵基地攻撃能力の実装を考える時が来てるんじゃないかな？もちろんそんなものを使わないことが一番いいんだけどね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ今日も雑学の時間が始まったよ。イエーイ、待ってたぜ。聞きたい？聞きたい。それじゃあ今回はビールについて話してみようか。みんなはビールをよく飲むかな？仕事終わりにお店などで飲むビールや週末に家でゆっくり飲むビール、とても美味しいよね。ビールなら何杯飲んでも酔わない人や、ジョッキで何杯も飲むという人もいるよね。でも、水やジュースだとたくさん飲むことができないのに、ビールだとたくさん飲める印象があるのは不思議だよね。それじゃあ早速ビールが水やジュースなどに比べてたくさん飲める理由について解説していこうか。ビールは炭酸飲料だから、水や他のお酒に比べてもお腹に溜まりやすい気がするよね。実はビールが水などに比べてもたくさん飲めるのにはちゃんとした理由があるんだよ。水は、胃に入ってもほとんど胃の中では吸収されないため、腸の方へと流れていくまでは胃の中に溜まってしまうんだ。ビールにはアルコールが含まれていることから、胃でアルコールを吸収するときに水分も一緒に吸収するんだ。そのため、水に比べてビールは胃に溜まりにくく、たくさんの量を飲むことができるんだ。さらに、ビールに含まれているケルシトリンという成分には利尿作用があり、アルコールの利尿作用と合わせて、トイレに行きたくなる頻度が高くなるんだ。トイレに行って排泄する頻度も水に比べると高いことと、胃に溜まりにくいという状況も合わさって、ビールはたくさん飲めてしまうんだ。さて、様々な事柄の世界一が記載されたギネスブックは、ビール会社が作っていたのは知ってたかな？え、そうなの？ギネスビールの代表取締役であった、ビーバー氏が仲間と借りに行った時、世界一早い鳥はヨーロッパムナグロとライチョウ、どちらだろうという議論になったんだ。狩りが終わって酒場へ行ってからも、ビールを片手にこの話題で盛り上がったそうなんだ。その時、
ビーバー氏は様々な世界一を集めた本があれば話題になるのではないかと考え、ギネスブックの発刊に至ったんだ。以上、ビールが水に比べてたくさん飲める理由でした。今日もありがとう。でも飲みすぎないよう気をつけようね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。